はいどうもこんにちはこんばんは、じゅんと申すものです。今日も PTC 事業の実況をやっていきたいと思います。今日はですね、半年ほど前、1年ぐらい前かなに突然禁止になったカードがあるんですけれども、まあ、エクストラの話ですね。エクストラで突然禁止になったこのアンノーンダメージ、まあ、なんで禁止になったかっていうと、コンボデッキができちゃいまして、先行2ターン目にこのアンノーンダメージの特殊勝利の条件である合計66個のダメージをベンチポケモンに乗せるコンボデッキですねができてしまって、そのせいでこのアンノーンダメージエクストラでは禁止になってしまったんですけれども、今回はそれを使っていきたいなということで組んでまいりました。まず紹介したいカードがこのマニューラですね。ニューラの進化系で HP90 のアクタイプです。特性ヒッペガスを持っていて、自分の場のポケモンについているポケモンの道具を1枚選び手札に戻す。この特性は自分の場に何回でも使えると。これがコンボカードの一つです。さらにこのグレフフィー HP70 のフィアリータイプです。特性ワンダーロックを持っていて、この特性はこのポケモンがベンチにいるなら自分の場に1回使えて、このポケモンについている全てのエネルギーをトラッシュし、このポケモンをポケモンの道具として自分のポケモンにつける。このカードをつけているポケモンは相手のメガ進化ポケモンから技のダメージを受けないと。ポケモンについているこのカードは相手の番の終わりにトラッシュすると。これもコンボカードの一つですね。さらにこのランクルス、ダブランからの進化系で HP90 の超タイプです。特性ダメージスワップを持っていて、自分のポケモンに乗っているダメ感を1個選び自分の別のポケモンに乗せ替える。この特性は自分の場に何回でも使えると。これもコンボカードの一つで、最後にこのマグマ団の秘密基地スタジアムなんですけれども、お互いのプレイヤーはそれぞれ手札から種ポケモンをベンチに出した時、そのポケモンにダメ感を2個乗せると。これが最後のコンボカードの一つですね。どうやってフィニッシュしていくかっていうと、まず場にこのマニューラとランクルスがいる状態でマグマ団の秘密基地を張ります。その状態でクレフフィーを出してあげることによって、クレフフィーにダメ感が2個乗っていくんですけれども、このクレフフィーに乗ったダメ感をランクルスの能力で、まあ、ベンチポケモンにいる HP が高いポケモン、このデッキだとコイホエですねに付け替えると。でクレフフィー自身の特性ワンダーロックでどっかのポケモンに道具として付けて、マニューラのヒッペガスで回収すると。これでどういう状態になったかっていうと、手札と場のカードの状態は変わっていないんですけれども、コイホエにダメ感が2個乗っている状態になると。でこれを無限に繰り返すことによって、アンノーンダメージの特殊勝利条件である66ダメージを達成することができるという感じですね。このデッキであると290までダメ感を乗せることができて、それが2匹あれば580ですね。あと80ダメージでいいので、まあ、マニューやらランクルスやらにそのダメ感を乗せてあげると特殊勝利することができると。あとのパーツは成功確率を上げるためにエネルギーは抜きで、サポートもリーリエだけとなっていて、あとは基本的にグッズで固められていますね。このデッキ妨害がなければほぼ2ターン目に決まるというかなりすごいコンボデッキなんですけれども、このアンノーンダメージが使えないのでフレンド戦しかないんですけれども、ちょっとフレンド戦にしてもこれを使うのはかなり申し訳ないということで、対人戦ではなくてテストデッキということで、このコンピューターとの試合ができるんですよね。一応今回はこのテストデッキで潜っていこうかなと思います。まあ、基本的に先行1ターン目後攻1ターン目はまあ大体妨害できない、ほぼ妨害ができない今の環境なので、ミツルとかが入っているオーロットとかだったら別なんですけれども、コンピューター相手でもいいかなと。まあ、今回は友達をなくさないためにコンピューターと対戦していこうかなと思います。それでは早速対戦の方に行ってみましょう。はい、コンピューター戦ですね。対戦よろしくお願いいたします。相手が先行を選んでいくと、これが1回目の撮影でございますね。これはホエルを前てかアンノーン前でもいいんですけど、まあ、アンノーン前に出しておく必要もないんで、アンノーンはちょっとベンチ圧迫しちゃうんで、ここはコイホエを出していきますか。まあ、コンピューターなんで結構動きがサクサクであるという感じではありますね。はい、体勢よろしくお願いいたします。相手がコンパンとなんとかにめっちゃ並べてエネルギーつけて、これはあれですね、引く感じですかね。ポケモン1枚持った、あれですね、マスターボールと同じですね。好きなポケモンを1枚持ってくることができると。さらにスーパーボール、ノズバス、まあ、相手はコンピューターなんであまり関係ないんですけれども、しっかりと2ターン目に決まるかっていうところが大事ですね。オーダーパッド強いな、これは。これポストからでいいかな。ポストから打っちゃいましょう。ここは、お、ランダムレシーバー強いな。ランダムレシーバーでしっかりとリーレを持ってくることができる。ここマグマ弾張っていいのかな、怖いですね。オーダーパッドから打っちゃいましょう。打てなかった。軽石つけていいと思うんで、この状態で、まあ、ランダムレシーバー打って、確定リーレを持ってきます。これマグマ弾張りたいんですけど、張り替えられちゃったらちょっとダメなんですよね。なんでまあ張らなくていい気もして、アンノーンこれ出しておいてもいいんだよな。一応出しとくか。出しちゃいましょう。ギーリエたくさんドローしまして、あっとこれはおそらく決まるな。ポストからアメもあるんで、コーダーパッドでいくかな。レベボもありますし、そうですね、レベボからここは、マニューラの進化元であるニューラを持ってきていいかなと。あ、クレフフィーが足りないんか。グレフィーが必要で、まあ、オーダーパッドを持って出せばいいのかな。まあ、このターンまだオーダーパッド打たなくていいと思うんで、次のターンあたりに打っていいと思うんですよね。なんで、この状態でターン終了しちゃいますか。ターン終了。
次のターンマニュートランクル作ってクレフィーさえ持ってくれば始まるんで、まあ、ここダメージ乗っかるのは関係なくって、ドローイングクレフィー引きましたね。これは勝ちましたね。アメデランクルスに進化します。さらに、レベルボールから、あ、でもこれあれか、出すポケモンがないんか、あのダメ感を乗せるポケモンがいないんで、そこを持ってこないといけないですね。どうしようかな。オーダーパッド、これ表出さないといけなくなっちゃいましたね、残念ながら。オーダーパッド表出る、これは何がいいんだ、リーリエか。でも ここはもうホエル王で勝ちですもんね。ホエル王を出して、そうですね、ホエル王でいいからハイパーボール、ネストボールでいいんか、ネストボールでいいんでネストボール持ってきちゃいましょう。おそらくこれで完全に状況はというか盤面揃ったはずなんで、ここでホエル王を出します。ホイホイですね、ホイキンガのホエル王を出します。で秘密基地張って、この状態でクレフィを出していくとダメ感が乗りますと。でランクルスのダメージスワップを使いまして、クレッフィーのダメージをホイキンガンのホエロに付け替えていく。で付け替えましたらクレッフィーのワンダーロックを使いまして、まあ、どのポケモンでいいんですけれども道具として貼ると。でさらにマニューラのヒッペガスを使いまして、このクレッフィーを手札に戻すことができましたと。はい、これで何が起きたかっていうと、40だったダメージが60になりましたね。これをあとは無限に繰り返してダメージを増やしていきます。これめちゃくちゃかかるんで早送りでご覧ください。はい、というわけでコイホエ1匹用280ダメージになりました。これ290にしちゃうと操作ミスでワンチャン倒れてしまう可能性があるので280に留めておこうと思います。これであと途中で軽石つけてたんですけれども、ちょっとマニューラの操作性的に軽石を1回外した方が早いということで軽石も外させていただきました。これでもう1匹のコイホエに280ぐらい乗せていこうかなと思います。はい、これで560ダメージが乗りましたね、合計で。あと660なんて、あと100ダメージ必要なんで、まあ、ランクルスとマニューラに50ずつですね、乗していこうと思います。はい、これで660ダメージついたんで、軽石をコイホイにまたつけまして、コイホイに逃げますと。で、アンノーンダメージを前に出してあげると、なんとアンノーンダメージの特殊勝利が使えちゃいますね。ポチッとな。はい、対戦ありがとうございました。はい、2戦目ですね。一応録画してないとかで数戦やってるんですけど、まあ、始まる瞬間にやめてるんで、これはそうですね、2戦目ということで対戦よろしくお願いいたします。これ使って1回使ってみた感想としては、もうとりあえずこれ自分がきついですね。 PTCGO でやろうと思うと操作がめちゃくちゃ多くてめっちゃしんどかったです。そんな感じですね。相手はマリガンをしていく、まあ、ドローできるのは強いと、まあ、これは結構いいハンドなんで、まあ、高校2ターン目からしっかりとループに入れそうなんですけれども、どうでしょう。クレフィー引いた、いいですね。これ出しておいてもいいけど出さなくてもいいか。相手はわちゃわちゃ動いていきますね。クラッシュハンマー、まあこれでエネルギー入ってないんで関係はないという感じで、ちょっと結構回ってるんですけど、まあ相手は妨害入ってないはずなんで、コンピューターっていうのもありまして、はい、ドロとポストから、ここポストからでいい、いやチャリからでいいか、チャリから打って、ここアメかな、さすがにアメ持ってきて、でもう一回チャリじゃなくてポスティングからネスト、マグマ弾欲しいよな。オーダーパッドでこれ絶対表出さないといけないんですけど、ちょっとオーダーパッド表でリーリエ持ってきますか。おっと、ここリーリエじゃないな、ランダムレシーバーの方が引けますもんね。ランダムレシーバー持ってきますか。ランダムレシーバーを回避することによって山札を1枚圧縮できるんで、これマグマ弾貼っちゃっていいのかな、ちょっと迷いますね。リーレ持ってくる。で、このレベボたちはどうするかなんですけど、ユニランが1枚しかないから1枚持ってきて、まあ、パーツは全部揃っていますね。で、これメタモンの上に変身させちゃいますか。変身させつつ、で、これはレベボは、そうですね、ニューラかな、ニューラ持ってきたいんで、ニューラ持ってくるんですけど、ここでマグマ弾を貼るかどうかですよね。1枚しかないんで、山田にあと1枚しかないんで、これ貼っちゃったら次のターン出せない可能性12分にありえるんですよね。そこまで考えると、まあ貼らなくていいかな、リーで打っちゃいましょう。5枚ドローと。あ、これは決まったな、おそらく。これ決まりましたね、次のターンに確実に。これは、ジャッジマンとか打たれなければいいんで、こういう方へ出さなくていいかな。いや、一応出さなくていいんで、このままターン終了しちゃいましょう。アメとランクルスで、あとポケモン通信とかハイパーボールで持ってこれるんで、マニュア。これはいけそうですね。はい。タンが帰ってきた。進化していく。
で、これは、ポケモン通信でもいいのかな。マグマ弾は貼ります。ハイパーボール。でもこれは山札がどうなんだろう。必要なパーツがもうちょいあるっていうか、ないか。ハイパーボールでいい気もするんだけど。いや、いいか。とりあえず、マニュ持ってこないといけないんで、ポケ通から、マニュ持ってきまして、で、マニュ進化します。これベンチ埋めちゃダメなんで、クレッフィーをとりあえずつけて、で、引っぺがしていく。引っぺがしつつ、そうだな、これは、シェイミとかを出してもいいはずなんですけど、パソコン通信切ってシェイミ出しますか。ハンドがないといけない。いや、でもこれ、そうですね、シェイミ出した方が強そうなんで、パソコン通信使ってシェイミでも出していきますか。シェイミ、これでもう一枚、ホエル王を出せばいいはずなんで、セットアップ、あ、ミスった。軽石つけてからでしたね。これ、小読みに軽石つけてからゴドローが正解だったんで、これ確実にプレミなんですけれども、ちょっとまあ見なかったことにしておいてもらいましょう。軽石つけて、反応ダメージ切ってこういう方へ持ってきてみたいな動きでもいい気がするんですけど、そうですね。いや、ちょっと1枚ワンドローこれ損しちゃいましたね。かなり。やっちゃいけないプレイングだったんですけれども、ほえほえ出して、ベンチがこれで、ギリギリの上限枚数かな。はいはいはい。これレベボでアンノン持ってこれるんで、これであとは、わちゃわちゃすれば終わりって感じですね。じゃあここはダメ感をしっかりと乗していきましょう。これもうそろそろ終わりそうなんですけれども、やっぱこのデッキやばいですね。PTCGO でやろうと思うと、もう操作性というか単純作業をもう10分弱やらないといけないんで、かなり苦痛ですね。まあ強いのはもう本当に強くて、もう先行でも後攻でも相手のまあ妨害がほぼなければ、もうほぼ確実に、まあ2ターン目にこのコンボを使ってアンノーンダメージを決めることができるんですけれども、まあそれでもちょっとこれはもうやばいとしか言いようがないですね。じゃあこの、まあ、PTC 上でやろうと思うとあまりにも操作が地味すぎると。ループ省略とかができないんで、まあ仕方はないんですけれども、めちゃくちゃ時間がかかっちゃいますね。まあでもこのデッキが本当に禁止になった理由は分かったかなと。もう本当に先行2ターン目の決まる確率がかなりおかしいんで、まあ相手がオーロットとかではない限りはほぼほぼ2ターン目にアンノンダメージを決めてしまうという、もうかなり凶悪デッキでしたね。まあこれは禁止になって当然じゃ当然なんですけれども、でもこれ先行2ターン目なんですよね。先行2ターン目でこれで、この前紹介した超越ガブギラは、あれ1ターン目に決めちゃうんですよね。1ターン目に勝つってわけではないんですけれども、実質1ターン目に勝つみたいなもんなんで、まあそう考えてもあの超越ガブギラが結構な間エクストラで生き続けてたのはやっぱり、ちょっとおかしいなぁとはやっぱり思いますね。で、これで660ダメージ乗ったんで、クレッフィーをとりあえずどっかにつけて、レベボーでアンノーンダメージ持ってきますか。ちょっとロトム図鑑使ってから見てないんで、もしかしたら、サイドに行っちゃってる可能性あるんですけど、レベボから、ありましたね、アンドンダメージ。持ってきまして、何のダメージを出しますと。で、軽石をつけといて、これで逃げますと、アンドンダメージ入れ替えると、なんと、アンドンダメージが使えてしまうと。はい、対戦ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、動画の高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。